の世界にやってきた沢田綱吉は、そこで10年後の自分が白蘭に殺されるところをたまたま目撃してしまう。恐ろしくなった綱吉はうかり犯人を取り逃げし、慌てて追いかけたものの町中で方向を見失う。この時頭の中にある奇妙な場面が浮かび上がった。地球上の生命のバランスを正し維持する装置トゥーリニセーテ、白蘭をこれを利用して新たな世界を創造しようと目論んでいた。究極権利の鍵として必要なボングレリングを奪うため、白蘭はボングレやその一味を買っていた。みんなが傷つくことに耐えきれながら綱吉、みんなを守るする覚悟は死ぬ気の炎を思い上がらせる。白蘭と沢田綱吉、宿命の敵闘士がついに顔を合わせた。天地を揺るがす最終決戦が今始まる。おとなしく、ふざけ。そうかい、誰君。それはやってみないと。お前たち、綱吉、キャノン発射。この時代の支配者ボンゴ10年。守護者の栄光をかけてよ。
今などチームでレベル40。さあプレゼント、合体レベル。俺っちを無視するんじゃねえよ。ただいまよ、ダミツナ。おお、かわいた。いリボンのツナ。え、ね、ここまでし、あんなや、なんか、いいよ。